全然。うん。ご協力ありがとうございました。一緒よ、うん、こっちの相手やね、うん、はい、皆さんおはようございますで今蔵王レストハウスに来ています。今日はですね、蔵王さんに登っていこうと思います。さあ見ての通り今日の天気は微妙なんで、早く登ってこないと雨が降ってきちゃうかもしれないですね。午前中いっぱいっていうかどんどんガスが出てきてるね。早く行った方がいいね。もうすでにね1720メートルまで車で来れたんで、もうあとは手順で来れるんで頑張っていきましょう。やっぱり標高が高いんで、涼しいですよ。あとね風も結構あるんで、さっき温度計見たら、22度ぐらいだったんですけど、どう？もっと寒く感じる？とりあえずお釜を見ないように行く？あ、見ちゃうの？あ、そう。微妙だね。今日上行こうか。じゃあまずはですね、まあ、歩いてすぐそうなんで買っただけの方向かって歩いていきます。さあほぼほぼ、山頂だと思いますけど、山頂標識どれでしょう。ちょっと探しに行きます。どれかね、山頂のあれか。ありましたよ、これ後ろだったね。ここで1759メートル、買っただけ到着。今だけど到着。よかったよかった、見つかった。はい、じゃあね、ちょっとお参りしてから、熊野岳の方に向かって進んでいきたいと思います。はい、じゃあそれでは熊野岳の方に向かっていきたいと思います。今10時18分です。大丈夫ですか？これ引っ掛けたやめてくださいよ。まだ登ってないからね。滑んないから大丈夫。大丈夫、本当に滑んないから大丈夫。普通にあるって大丈夫。はい、じゃあ今、熊野岳の方に向かって歩いてます。お釜の方も近づいていけるみたいなんですけど、まあそれはね戻ってくるときに、行ってみて、まずはね、今見えてる、馬の背ですかね、そちら方面に行きたいと思います。馬の背まではねちょっと登ってるんで、そこだけ頑張って馬の背まで行っちゃえば多分気持ちいい行政歩きになるんじゃないかなと思います。で、天気はね相変わらずっていうかちょっと曇ってきちゃったかね。まあとはいえね、近くの景色はすごくよく見えますし、曇ってるんで、非常に涼しくていいですね。歩きやすいです。熊出没に注意。あるもんね。ちょっとあれだね、道のなんていうの、湿
質が変わってきたね。砂混じりになってきた。砂なのか灰なのかちょっと分かんないけど、これ下から見たほどさ、シャドないね。そうだね、全然ね、距離感が全然余裕で。違う、俺も行けるはずだけど。行けないよ。ん？俺も行けるはずだよ。自然な誰も口に。すごいね。ここでこんなにあれなんだか、もっと見えたら。そうだね。左方面進んでください。左。そしてあなたポンコツなんだから、トレーニングがてら、この直通進んでください。上で合流しましょう。すぐだよ、ほら。ちなみに10分ぐらいだな。かかんないでしょ。避難小屋まで。太陽の方向くんだね。あ、そう言われてみると結構咲いてるよね。だいぶね、下がね、火山っぽくなってきたね。赤い岩岩してます。大丈夫ですか。何がありますか。ガスで煙ってるやん、かっこいいな。あ、もうちょっとだね。ひとまず、山頂景色。11時15分、熊野岳山頂着きました。あれはどこ行った？三角点を探すか。あったあった。山頂はね、広いんでどこでも休憩できますね。でね、石もねゴロゴロちょうどいい感じにポツ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 あるんで、ベンチには困らないですね、ここね。よし、どうしよう、先にお参りしようか。
あっちも行けんだね。あ、行ける行ける行ける、うん、あっちもコースあったもん。あれは何山なの？違う山越えていくんだね。連山こっちまで上がってくれる。うん、あ、あれだ、あ、あそこにロープウェイ、動いてないよ。リフト？ロープウェイ、ゴンドラ、ロープウェイ、ゴンドラみたいな。リフト、あ、ロープウェイか。あそこあるよね。ちょうど合流してたのね。だからそこまで行けるんだ。うん。そこからこっちに来るんだ。こうやって。っていうことはこれをこうやって帰らなきゃ。そう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 、そういうことですね。へえ。気持ちいいね。はい、今11時50分です、せっかく登ったんで、まだまだ上にいたいんですけど、しょうがないんで降りましょうかね。下りはですね、ちょっと回って、降りていきたいと思います。そっちからの方がね、鴨の方が綺麗だと思いますので、行きましょう。ひとまず、このまま水平な道を歩いていきます。間違いないように左の方行ってくださいね。昨日時点の、天気予報は今日はね、あんまり天気良くないっていう風になったんですね。そんで、まあ、最悪雨でも傘させばいいかなと思ってましたら、今日今のところまだ天気は大丈夫です。まあ、ラッキーですね。もしかしたらね、昨日見た白い猿の影、かもしれないね。これがあれだね、稲小屋と。みんなちっちゃいね。よし、そこがすごいんじゃない。ちょっと行ってみよう。
もしかしたらね、こう風が強いですけど、大釜が、大釜がすごい綺麗に見えます。でね、ガスがね、今左側からずっと上がってきて、もしかしたらね、向こうから見るともっと幻想的に見えるかもしれないですね。ちょっとじゃあね、向こうまで行って、どんな風に見えるか見てみましょう。さあ、どうぞ行ってください。あとはですね、お釜見ながらゆっくり登っていきたいなと思います。ただね、下り結構調子が多くて明日が出るんで、転ばないようにお願いしますよ。もうね、ずっとお釜を見ながら、歩いてます。なんか鳥なんか運んでるね。雪がまだあんね。ここもね、ポツポツね。うん。綺麗だね。いいでしょう。大丈夫ですか？ただいま最後の階段登っております。もうちょっとだね。だいぶゴールが見えてきた。よし、戻ってきた。今12時55分です。まあ、駐車場もうすぐなんで、すぐ着いちゃうと思いますけど、まあ、蔵王さん良かったね。本当にね、登りやすくて、まあ、山頂からもうちょっとね、周りの景色見れたら良かったんでしょうけど、でもまあお釜はねずっと、見えてましたんで、気持ちよく歩きました。そしてね、車でもうほぼほぼ山頂みたいなところまで来れるので、気軽に来やすいかなと思います。まあ、あの観光客の方も多かったんで、で登山者の方もね、やっぱ山の上の方行くとみんな登山者の方でしたね。はい、じゃあこの後は、蔵王温泉の方行って、ちょっとね温泉入って行きましょうかね。でまた、山形今日一泊しますので、美味しいもの食べたいなと思います。はい、では今日もこの動画も終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。